今日は釣りでもしよっかな。あれ、レバーがある。引いてみよう。川底から音がしたぞ。潜ってみよう。ん、一マスだけ穴が。お、おー、一マスだけど通れてる。すっげー。レッツちょいテク。まずは川の中に入り口を作っていこう。水中の壁に水面から一マス開けて、このように二マス掘る。今掘った場所に入って、下側にさらに八マス掘ろう。そこから高さ二マスで奥側へ六マス分通路を掘って、さらに上に二マス掘り、奥側に通路を伸ばしていこう。奥の通路は秘密基地とかにつながるとグッド。深い方の通路は下側の一マスにバケツで水を流しておこう。一旦奥の通路に戻って、足元にブロックを置いて、さらにこの場所の壁に岩盤を2枚貼り付けよう。その隣に水を流そう。今度は通路を戻りながら、深い方の通路の上側一マスにブロックを置いて、通路の高さを一マスにする。川まで戻ったら、入り口の下側のマスをこのように奥に二マス掘って、吸着ピストンを置こう。吸着ピストンの先には好きなブロックを置いておこう。周りと同じブロックを使うと入り口がバレにくくなるよ。さらにここにもブロックを置いて、通路の幅を一マスにしちゃおう。吸着ピストンの上を階段状に掘って、レッドストーンとレバーを置こう。ここのスイッチは好きなように作って OK。 レバーを操作して入り口の穴が塞がれば完成だ。装置の使い方。レバーを操作すると川の中に入り口の穴が現れるさ。穴が一マスしかないから通れないように見えるけど、実は左スティックを前に2回倒して泳げば通ることができるんだ。自分からの目線で見るとこんな感じになっているよ。帰る時も同じように泳げば一マスしかない道を通って帰れるよ。超気持ちいい。みんなもぜひ作ってみてね。これ海の中に作ったら絶対バレないぞ。水中呼吸のポーション飲んで、いざ。できた。よし行くぞ。あ、作ってたらポーション切れちゃった。まあ大丈夫っしょ。もうちょいで着くぞ。あ、やばい、息が。戻れ、はあはあ、もう一回挑戦だ。もうちょいなんだけど、これさ全然たどり着けないんですけど。